長に就任されています。1985年北海道大学の文部技官に就任、1997年北海道大学にて酸性環境における大鉄鋼の溶解とその抑制に関する研究により工学博士の学位を取得されています。同年小樽商科大学の商学部の助教授に就任、2004年九州大学の大学院工学研究院に助教授に就任されております。2006年同准教授に就任、2010年九州大学の工学研究院では初めての女性の教授にご就任されました。その間主に環境修復材料に関する研究、バイオハイドロメタロジーに関する研究を推進されまして、これらの研究は科研の基盤 A4 件を含む計22件、最先端次世代研究開発プログラム NEDO、JST の事業、ジョグメイク受託研究などにて推進されており、査読付きの原著論文が404編、著書12編、特許16件に上り、H-INDEX43、スタンフォード大学によりワールドトップ 2% サイエンティストに選出されるなど突出した研究業績を誇っておられます。それでは続きまして、開会のご挨拶としまして、九州大学大学院工学研究院副研究院長、地球資源システム工学部門教授の島田秀樹先生よりお願いいたします。ただいまご紹介にあがりました、九州大学工学部のですね、研究員長を務めております島田と申します。本日皆様の代表をさせていただきまして、先生ながら、佐々木先生についてご紹介させていただきたいと思います。私、佐々木先生ですね、実際その今奥部先生のご紹介にあった通りということで、平成16年、今から20年前に、九州大学に赴任させております。でその後平成22年、確か16年前かなに、九大で初めて、女性教授として任用されて、その後教育研究において多大なる貢献がなされております。特に、リーディングプログラム、グリーンアジア国際、教育プログラム副コーディネーター、それから、アジアオセアニア研究機構、それから資源環境プラスチャー庁などに、歴任されております。また学会活動におかれましては、第78代次元素材学会会長、昨年まで、本年までね、それから同学会の九州支部長などを歴任された他、昨年度、2023年より、学術会議連携会員に就任されております。このように、一貫して学術研究と教育に専念され、それから本学の発展に尽力を尽くされたのみならず、学術、日本の学術、さらには国際的な学術の進歩に大きく貢献されております。具体的なお話でいきますと、例えばその JSTS の研究拠点形成事業、二国間共同研究2件、それから国際交流共同研究加速基金での難処理石膏貧鉱山のバイオ処理等の研究を通して、資源開発でございます、南アのケープタウン大学、それからオーストラリアのパーチン大学との大学間 MOU、それから学生交流協定、それから中国地質大学との極寒交流協定など、種類にわたって、研究、それから旧大に関しまして、その国際的な貢献がされている。それにまた、アウトプットとしてですね、JSTS の、 その外国人特別研究の受け入れ12名、によってその環境材料研究の推進を加速されました。で教育におかれましては、初めて の、 その学位プログラムであります、5年一貫博士課程のリーディングプログラムグリーンアジアの副コーディネーターを務められ、筑紫地区の総理校と糸地区の工学部の橋渡しとなられ、国内外の人材に尽力を尽くし、後継のグリーンテクノロジー研究教育のセンター設置につながっております。また神奈川大学、岡山大学、早稲田大学では水研科学傾向論に関するその講義で、関西大学ではジオミネティクスによるその環境
材料の開発に関する講義、東北大学で客員教授としてのその培養、海洋のメタラメタルギーのその講義、さらに、豪州の同じ大学では酸性硬海水の発生原理、ウォータールー大学ではのパッシブポリトリと、それから台北科学大学、カーティン大学ではバイオハイドロメタロジー、さらに米国ペンシル州立大学ではジオミミテクスによるその環境材料開発などのそのかなりその質の高い招待講演がされています。まあ実際このように脈々とこう書いてもこれもう3ページぐらいしたあってですね。すごい業績のある先生だと思います。ご自身だと思います。で、私の中でいくとですね、実際その函館キャンパスがちょうど移転するかしないかそのぐらいの時に、佐々木先生が赴任されたことをよく覚えております。で、その時にはもう私の頭の中ではとにかくホタテの先生というそのイメージです。もう分かられる方は分かると思うんですけど、もうホタテからの大利用ということで、ホタルからやってこられたというそういうイメージがございます。でさらに、実際のこちらの方で、その GCOE、グリーンアジアの方では、例えばその指導する先生じゃない先生が指導、主任、主査を取るということで、我々その岩盤の関するその講座のその開発に関する研究を行っている研究室なんですけれども、その中で、2名の、恵子先生ですね、主任、主査を取っていただいてですね、まあ、実際、本節丁寧に、あるいはかなり知ったとされた研究していただきました、教えていただきましたけれども、まあ、実際その終わった後ですね、例えばその落ちた後に学生を読んでいただいて、実際かなり、料理が上手な一面を見せていただいたというような話を伺っております。でさらに時々にはその学部の中で結構成績の芳しくない方も何人かやっぱり来ているわけですね。でその時に、結構不登校になりかけの子も実際いたんですけれども、その時に実際お母さんのようにほぼ2日に1回と言いませんけど、もうその上今節丁寧に連絡も取られるというそういう母のような一面もまた迎えていた、そういうようなことも聞いております。というふうに、実際もこの佐々木先生に関しまして、私稽古する部分でおりますけども、佐々木先生に関しましてはこのようにもうここまでの皆さんがいらっしゃるということで、やっぱり佐々木先生のそのやはり、こういう形で、指導力それから研究に出すたまものだと思っております。実際その今日今月いっぱいですね、旧大の後にされるわけですけれども、私の中で言ったらそのこの後でも次のところに引き続きますますとご活躍いただきつつ、さら九州大学ではここまでとその教育結果をいただいたということで、お礼を申し上げたいと思います。ということで、佐々木先生もお疲れ様でした。それでは、ただいまより佐々木恵子先生の方のご講演を始めさせていただきます。それでは佐々木先生、準備の方よろしくお願いします。沖部先生、それから島田先生、過分なご紹介をありがとうございます。皆様、本日は年度末の大変お忙しい中、私のこの定年退職記念講演会に、大勢の方、しかも、遠方から一部は海外からお越しいただきまして誠にありがとうございます。コロナが第5類になってからの初めての年度末ということで、このタイミングでこのように、皆様にお目にかかることができて、直接ご挨拶できるということは本当に嬉しい気持ちでいっぱいでございます。タイトルはどのようにしようかと考えましたけれども、最終的に何を目指して研究をしてきたかということを思うと、やはり資源循環の動脈と静脈を意識しながらですね、研究の種を探しながら紐解こうと苦しんだりですね、時には感動したりというような40年であったかと思います。特にこの20年というのはそういう資源循環ということを意識した研究をしてきたつもりで、このようなタイトルとさせていただきました。まず講演に先立ちまして、
お礼の言葉を述べたいと思っております。最初に本属であります旧大の地球資源システム工学 の部門の教職員の皆様、現教職員の皆様はもとより、これまで過去にお世話になった事務の方を含め教職員の皆様にお礼申し上げたいと思います。共に運営を協力しながらやってきたということで、日常的にお世話になっておりました。また、島田先生からお話がありましたけれども、アジアオセアニア研究教育機構という旧大には総長直轄の機構がございまして、これについては、設立の準備期間から携わっており、この5年間は、6つのクラスターのうちの資源循環クラスターのクラスター長というのを拝命しておりました。関係各位にお世話になったことをお礼申し上げたいと思います。また、3つ目のグリーンテクノロジー研究教育センターですが、これはいとも先生方はあまり聞き慣れない機関かと思うんですけれども、先ほど島田先生から少し話のあった5年一貫博士リーディングプログラムの時に共に運営をしてきた筑紫の先生方と地球資源の教員部隊の後継の機関となります。ここでもいろいろ学生の教育、特に博士課程の教育について筑紫の先生方と議論させていただきましたので、大変勉強になったことが多かったと存じております。また、九州大学に赴任する前には、先ほどご紹介あったように小樽商科大学を経由しているんですけれども、北海道大学で大部分の研究は行われていて、当時の卒業生の方、それから、今の広吉先生をはじめ先生方にも本日はご列席いただいて大変嬉しく存じます。お世話になったこと感謝申し上げます。また、上に含まれない国内外の共同研究者の皆様、海外も含めてですけども、にも大変お世話になりました。特にコロナの時はオンライン会議などを繰り返しながらですね、海外との共同研究というのを進めることができたことをご協力に感謝したいと思います。また、私の国内での学会活動というのはもうほとんどが資源素材学会でした。特に、ここ数年はですね、この学会の幹部として、この1年は来週で任期が切れますけど、会長としてですね、日本の資源素材分野全体を見渡すという、立場機会をいただきまして、関係各位の皆様、企業の方も含めてですね、大変お世話になっなりました。また最後になりますが、我が研究室である資源処理環境修復工学研究室、実はこの研究室の名前というのは20年前に私が旧大に赴任した時に研究室の名前をこのようにしていただいて、それ以来ずっと20年のお付き合いなんですが、その現構成員並びに過去の構成員の方も含めて卒業生の皆様、今日はたくさんお集まりいただいて一堂に皆さんのお顔を拝見することができ大変嬉しく思っております。ありがとうございます。私はですね、1958年の8月に札幌で生まれたんですが、父は地方公務員をしてて、母は専業主婦の間に生まれたで、両親ともに石川県の出身だったので、周りに全く親戚がないという北海道の自然の中でもうのびのびと好きなように育っていったという子供でした。で、父は北海道庁に勤めてましたので転勤族で、小学校はこのようにですね、4つぐらい転校してて、中学校も2つ転校していました。で、田舎の札幌市内にはありましたけど、田舎の中学から札幌南高等学校っていうのは道内名門、随一の名門高校で、ここに進学することができて、この時はものすごいカルチャーショックで、周りの人は優秀だというだけではなくて面白い人がたくさんいて、いろんな仕事を受けながら3年間もう必死に勉強してたという高校生だったと思います。でその反動のせいか、北海道大学に入ってからは全然あまり勉強もせずにですね、成績は中ぐらいで、
こうなんとなく将来のこともなんか漠然とした考え方で科学科に行ったんですけれども、後からお話ししますけど、当時の北大科学科っていうのは非常に先生方ものすごく優秀な方々で、とても私はこのアカデミックの世界で自分が生きていくというのはもう全くイメージはしておりませんでした。で、先ほど経歴も十分ご紹介いただいたので、あまりお話しすることもここではないんですけれども、北海道の出身で、学位を取るのがこのように遅くて、通常ですと大学の教員の経歴っていうのは大体修士課程に行って博士課程を収めて、その研究室の助教、昔でいう助手になるというのがまっすぐの一本の道なんですけど、私の場合は全く、違うものでした。大学の文部技官となって、そのだいぶ後になってから論文博士で、学位を取得して、なかなかその当時やっぱり文部技官が学位をもらうということは、前例もほとんどまずなかったと思います。なのでこの時にはもう論文は19法ぐらいあったと思うんですけど、なかなかこう手続きが進まなかったということもありました。でその後、小樽商科大学で一般教育の中に環境科学を教える助教授の公募が出たんですね。そこに応募書類を出して、そういうポジションっていうのは決まってる人がいなくて、誰でも出してくるというので75通ぐらい応募書類があったと聞いてて、そこで、運よく選んでいただいて、小樽商大に5年ほど勤めていたんですけども、その最後のあたりのところでですね、在外研究の機会を日本学術振興会 特定国派遣研究者事業というものがあって、これで得ることができました。当時の特定国にはアメリカが含まれていなくて、今はもっとカナダも含まれていないと思うんですけども、当時はカナダが含まれていて、カナダウォータールー大学に客員教授という称号を持って在外研究をする機会をいただいて、向こうでは地下水浄化技術の開発という、テーマで取り組んでおりました。で帰国後直ちに九州大学には呼んでいただきまして、当時平島先生が教授で先に、着任されていて、ほとんどもう平島先生と共にですね、研究室を作るというような始まりだったと思います。で2010年の1月に、教授に承認したわけですけども、九州大学には非常に長い歴史があったんですけども、驚いたことに前には女性の教授はいなかったということで、まだ GST 女性教員加速事業というのが今ありますけど、その始まる前のことでした。でこの間ですね、民主党が一度政権を取ったことがあって、その時に若手と女性の研究者に支援するという研究女性事業がありました。そこに、応募しまして、最先端次世代研究者プログラムというものなんですけども、そこでかつてないほどの大型研究予算を獲得することができて、それがもとで九州大学から研究活動表彰というのを3年連続いただくことになりました。でその後ですね、日本学術会議にて、ね、連携会員を2期務めですね、その後はスタンフォード大学がクラリベートデータベースに基づいたワールドトップ 2% サイエンティストというのを選出しているんですが、それを4年連続選出を受けております。その後カーティン大学の客員教授となって、日本学術会議の会員、昨年の10月に会員の辞令を受け取っています。で、今日現在に至るというような経歴です。で学生時代に戻りますと、北海道大学の理学部科学科ってどんなところかと申しますと、私が進学した時 この皆さん白衣を着たこういう写真があったわけですけども、ここはですね、私たちが学生として学科に入る前に、代々の北
海道大学の総長を輩出している学科でした。杉の目次郎先生とかですね、三輪吉蔵先生とか、堀内次郎先生、皆さん一つの学科でそんなに総長を出すところっていうのはなくて、まあ、いかにですね、この学科 その運営の方針とか、どんなアカデミアっていうのは どういうふうに作っていくかっていうのを相当議論されてたのではないかというふうに今から推察できます。で、後には日本人初の、宇宙飛行士の毛利衛さんとか、ノーベル化学賞を受賞された鈴木明先生とか、こういった方も我々の先輩、ということになります。で、なぜその資源工学にの世界に入ったかというところなんですが、私は、ここがに来たい、自分で選んで入ったというのではなくて、当時のですね、触媒科学の権威だった田辺幸三先生という方が科学科にはいらっしゃって、その方と北大の資源の鉱物処理工学を、担当しておられた高森隆克教授というのは学生時代の同級生でした。それで、多分そこが縁で、私は高森研究室に入るということに、なっていきました。でその時に高森先生は大鉄鋼 の酸化溶解をやってみませんかと、しかもバイオ酸化をやりませんかということをおっしゃって、大鉄鋼というのはフールズゴールドというあだ名があるんですけども、このように黄金色に輝く、ただし成分は硫化鉄と、資源的価値はほとんどないという鉱物です。ただしいろんな環境、石炭鉱物、コンクリート構造物など広い環境に混ざっているようなもので、あらゆる環境の酸性化の原因となっているという、そういう意味で普遍性があるテーマであって、大鉄鋼の酸化溶解速度論というのはたくさんもう論文はありました。私がこの鉱物名をした時にすでにたくさんあって、そういうことを今からやってもダメなんだということも思い知った記憶がありますけども、ただですね、微生物が関与するしたときに溶液側のデータがたくさんあったんですけども、鉱物側がどのように変質してその溶解速度をコントロールしているかという話はあまりこの頃も出ていなかったということで、高森先生はですね、X 線光電子分光法、これをやってみたかどうだということをおっしゃいました。で、北大の今名誉教授になられている今野秀隆先生、この先生のご専門はコロージョンサイエンス、北大のコロージョンサイエンス非常に強いグループだったんですが、この先生をご紹介くださって、サンプルを持ってって測るというところから始まりました。で、これ XPS の超 高真空の中、スペクトロメーターの中にサンプルを入れるわけですけども、こう山から取ってきたような鉱物、しかもバクテリアで汚染されているような鉱物、それをスペクトロメーターの中に入れて測るということは、多分あまり推奨されていなかったし、あまり本野先生もそんな話は聞いたことがないという反応だったと思います。それを、それでもなんとかやってみましょうかというので、液体窒素を使ってスペクトロメーターの中を冷やしながらですね、測ってたんです。で、バイオ酸化の日数をこうずっと長くしていくにつれてですね、これ硫黄の 2P 軌道のスペクトルなんですが、どん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 複雑になって、左側の方にピークが出てくるというような結果が出てきます。でこれは、観測スペクトルはこのギザギザの一番外側だけなんですけども、全く解釈が難しい、初心者にはとても難問な結果と言えると思います。でこれを今野先生と今野先生も非常に頭をひねってくださって、きっとこういうことなんだろうねという話になったのがこの解釈です。で大鉄鋼っていうのは半導体で電子を通しやすいものなんですが、このバイオ酸化の過程でですね、不動体の二次鉱物を表面に作る、それが表面に乗ると同じエネルギーを、まあ、X 線を当てたとしても、ここから飛び出る光電子の運動エネルギーが異なるものが出てくる、これを部分帯電効果と言っているんですけども、
この概念を持つとこのスペクトルはきれいに解釈ができて、ピーク分割ができたと。でどのぐらい表面に何ができるっていう反定量分析も可能になります。でこの結果をですね、当時の、北大資源でいうと登竜門とされていた資源と素材という和分子に、今でいうジャーナルオブ MMIJ ですね、それに、出したというのがここに あります。しかしですね、後になってすぐ後ですね、何人かの先生方、内外外部の先生方から、なんでこれを英語で書かなかったんだろうかということを言われた記憶があります。で、英語で書いた最初の論文というのがこれですね、ジオヒミカコスモヒミカアクタと、これはですね、地球科学分野でいうともう登竜門、国際的な登竜門と言われる、論文で、今はネイチャーインデックスジャーナルの一つになっているものです。で当時研究予算を持ってなかったんで、何をしたかっていうと、研究室には粉砕機がありましたんで、有性ボールミルっていうのが2種類違うものがありました。それを使って大抵抗をどんどん粉砕時間を増やしていって粉砕をしていく、そうすると構造が歪んでいくわけですけども、 X 線解説の解説線全部を使うと全体の歪みが出ますけども、特定の解説線だけを拾って歪みを計算すると、例えば FES2 の結晶の硫黄の原子だけの歪みっていうのを計算することができます。で、大鉄鋼の場合は硫黄の歪みっていうのはあまり起きなくて、鉄の歪み、鉄側に起きやすい。そして、私はこの酸化溶解をしてたんで、酸性条件下での大鉄鋼の溶解というのを挙動を追うと、鉄に優先的な非化学両論的な溶解、鉄が優先的に溶けていくと、硫黄はあまり溶けないということを何度も確認してて、不思議だなと思ってたんですけど、あるいはこれは構造歪みの特性と関係しているかもしれないという論文のストーリーです。で当時はもちろん電子メールなどございませんので、こういう論文の別刷りの請求ってこういうはがきとか封書できます。で、私ちょっと失敗してたんですけど、ここに K 佐々木って自分の名前書いてるんですけど、 K と佐々木にすればよかったんですが、 K 佐々木と書いたばっかりに、北大工学部の中には K 佐々木の名前を持つ先生が、教授の先生が、私の他に、私は技官だったので3名ほどいて、こういうお手紙が来ても私のところには来ないんですね。で4番目にやっと手元に、ひょっとしたらあの人じゃないのというので受け取って、そうやって世界は遠いなという感じを持った記憶があります。で、1997年学位取得後ですね、初めてのインターナショナルバイオハイドロメタルジーシンポジウムに、参加しました。一人でシドニーまで行ってきました。で、ここで発表した後にですね、当時ラマン文庫もやってて、ラマンって当時そんなに今ほど普及してなくて珍しい装置で高価な装置でした。で硫化鋼のラマンを論文にしたということで、メルボルンにあるモナッシュ大学の先生がハンドリングエディターになってたと。でそこをぜひお尋ねしたいということで、電車に乗ってメルボルンまで一人で行って、モナッシュで、ここで今考えれば随分勇気あることをしたのと思うんですけど、英語で初めて講演もしてきました。で、その帰りにその先生にブックショップに連れてってもらいまして、何か地球科学でおすすめしてもらえる本はないだろうかという話をすると、この2冊を勧めてくださって、もう即決でそこで買ってきました。で北大に持ち帰った後ですね、こっちのアクアティックケミストリーは非常に厚い教科書です。だけどもロングセラーです。でこちらの左側 の教科書はもうちょっと薄いけれども、もう少し右側のアクアティックケミストリーも上級者向けという説明でした。でこれを持ち帰って持ち帰ったら今野先生だったと思うんですが、佐々木さん本を買ってきたら読まなきゃいけないよということで、どうやって読むかなと思ったんですけども、そこは